どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ロイでございます。さあ、今日もねグリッドオートスポーツ実況、やっていきたいと思います。前回、2シーズン目のですねツーリングカーのチャンピオンシップを終えまして、今回3シーズン目に、入ろうというところでございます。まあ、とりあえずですね前回の動画の最後でもね、紹介したんですが、この耐久シリーズエンドランスをですね、行ってみたいと思います。さあ、ピパークロスパフォーマンスエアーなんちゃらエンデュランスチャレンジ EBC ブレーキエンデュランスリーグ、まあとりあえず一番最初のやついきましょう。またオークレイかレイザーかの2択なんですね。どっちがいいですかね。なんかこのオークレイは前回ツーリングカーで乗った水色っぽい、マシンの、チームでございます。でレイザーはね、この今上に出てますけど F3 の時に乗ったモンスターみたいな黒に緑のね、チームになります。どうやらこれ上に映ってるマシンはアストンマーチンのザガートですかね。これ V12 ザガートかなんだったか。さあどっちにしましょう。アストンマーチン、まあこっちにしましょうかね。まあ好みの問題なんですけど、あ、ちょっと待ってください。マシンが違うんですね、こっちとこっちで。オークレイは MP412C で、レイザーはアストンマーチン。おお、これはなかなか、どうしよう。マシンどっちにしましょうかね。そうですね、今までのオファーって全部マシンが同じだったので、ま、僕の興味でちょっと MP412C を選ばせていただきたいと思います。チームメイトはジャン・クリエンかな。これはクレイン、ジャン・クレインですかね。ニューカマー to endurance after many years of street racing, so lack experience in the discipline ですかね、これは。まあ、要はストリートレースを経験して耐久の世界にやってきたニューカマーですよっていうことですね、チームメイトは。まあ、MP4TLBC の頃は GT3 ですよね、これ。を任されるということで、これはなかなかどんな乗り心地なのか非常に楽しみです。実際の MP4TLBC と言いますとですね、4輪すべてね、油圧でつながってるっていう、ものすごい足回り、まあ、もちろん乗ったことはないんですが、面白いね、まあ、足回りをしてるそうなんですが、GT3 にもそれがついてるかどうかって僕知らないんですけど、先日、グッドウッドフェスティバル、フェスティバルオブスピードでですね、マクラーレンの新型 GT3 車両、650SGT3 というのが、発表されていましたね。マクラーレン MP4TLBC から、アップデートキットで、まあ、アップデートできるよっていうことらしいんですが、さあ、耐久シリーズ、アブダビですね、ヤスマリーナアブダビ、これは夜ですね。さあ、それぞれ GT3 のマシンでしょうか、これは。レイザーのこのティモ・ガッリ選手というのがですね、ライバルになっているようです。さあではとりあえずビークルチューニングは何かできるのかな。あ、これはやっぱりできないんですね。まあ、細かいことを言いますと、GT3 で耐久って無理だと思うんですけどね。まあそこら辺は置いといて、さあではこの動画ですね、この MP4TLBC の試乗、エンジンの音がいいですね。このなんていうんですかね、レーシングカーのエンジンというか、市販のですね、ものすごく気持ちいいエンジンの延長上と言いますか、この音いいですね、なかなか。さあ、そして MP4TLBC GT3 なんですが、WTCC のマシンより超速い。うわ、ここ、F1 とコース違うのか、危ないよね。めっちゃ速いです。あ、ちょっとペナルティもらっちゃった。ですね、このパワーが全然違います。今まで F3 と、クルーズ、シボレークルーズですね、シボレークルーズ WTCC 乗ってきましたが、加速の感じがもうガンガン違います。めっちゃ加速しますこれ。さあ、ここに試験があるんですね。あ、やばい、飛び出してた。視点がちょっといつもの安田マリーナとちょっとレイアウトが違うのでちょっと戸惑い気味ですが、まあ、基本のコースはですね F1 でよく走ってるので、あー、オーバーシュートしちゃった。 F1 のつもりで曲がってF1 でよく走るコースだから F1 と同じブレーキングゾーンでブレーキングしようとするっていう暴挙に出ましたね今。あ、ここでホームストレートに戻ってくるんだ。結構短いコースですね。あと、それからですね、耐久シリーズのこのグリッドスポーツの中で、耐久シリーズにのみですね、この今この右下ご覧いただけますでしょうか、緑の、ね、4つの
タイヤっていうか4つの緑の四角がですね乗ってて、でそれぞれあの各数値が、90、89、88、87と、あ、また予想してた、振られてると思うんですが、この耐久シリーズにのみですねタイヤのダメージ、タイヤのライフが、表示されています。まあ、これはまあ耐久ならではということでして、まあ、タイヤを、ね、守ってくれと、いうことだそうです。さあ、まあタイヤ ね、 あのグリップ低下をですね体感しつつ、今回はですね、まあ、タイヤの性能低下を見るという意味でもですね、とりあえず、制限時間これ10分しっかり走ってみようかなと思います。っていうかもう言ったそばからね、ケツ流れまくってるんですけど、ちょっとこの MV4-0C 今まで乗ったマシーンに比べてですねかなりこうパワフルで、かつダウンフォースもあるのか結構しっかり曲がってくれて、ちょっとなかなか操作感に手を焼いております。ちょっと今まで乗った車の中で一番速い今のところ、このグリッドオートスポーツでは。まあ、GT3 でこれだとね、インディーカーとかどれぐらい速いのかなっていうのが気になりますが。さあ、そして MP4-0C GT3、これ車は非常にいい、速いし楽しい。ちょっとでも、ケツが流れすぎかな、これは。ダウンフォースもうちょっとつけた方がいいのか、サスを固めにした方がいいのか、でもこれ、セッティングできないんですよね、これね。ちょっとケツが流れすぎかなっていうのが、思います。さあ、前では、あれはレイザーの、もしかして、今回ライバルの、なんて名前でしたっけね、なんか、前にこう、真ん中にこう、ちっちゃい「つ」が入ってるような名前の選手だった気がするんですが、ここの試験は難しいな。しっかり先に減速してから、コーナーに入っていかなきゃいけないコーナーのようですね。さあ、しっかりブレーキングして、このレイザーのですね、V12 ザガート。V12 ザガート、名前合ってましたっけね、アストンマーチンのザガートだったっていうのは覚えてるんですが、ちょっと名前がはっきり思い出せません。申し訳ない。ちょっともし間違ってたらね、コメント欄で、ぜひね、補足をお願いします。さあ、しばらく走ってまいりまして、若干タイヤのライフが落ちてきました。フロントタイヤは、ね、70まで下がってきましたね。危ない、ごめんなさい、ちょっと今当てちゃった。さあ、リアも60まで、タイヤのライフが落ちています。まあ、若干ちょっと走っていくごとにやっぱり、タイヤのグリップといいますか食いつきが悪くなってるかなっていうのは感じてたんですが、さあ、ここでもう一回サイドバイサイドに、あ、ちょっと今ぶつけちゃったんで、うお、危ない、前の車が今バーストしましたね。ちょっと僕が当てちゃったせいでごめんなさい、ちょっと今申し訳ない。今回グリッドスポーツ、このゲームですね、接触して足回りというか、タイヤの近くにダメージがあるとタイヤがそれ巻き込んでバーストしちゃうんですよね。そういうところね、意外と細かいなと思いますね。タイヤがバーストしてホイールが地面に当たっちゃって火花が出るんですね。そういうエフェクトがあるんですよね。そういうところはやっぱりさすがね、まあ、モータースポーツの、ね、雑誌とかドライバーにインタビューをしてるからこそというか、まあ、なかなかツボを抑えた演出というか思いますね。さあ、ちょっと踏んでいこうとすると、リアが流れ出してくるようになりました。ちょっとかなりケツが流れてきますね。これ今ここはもうドリフト状態ですが、テールスライドがもうトップギアのイメージ映像のようにですね、なかなかケツがツル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 出ていってしまいます。これはなかなかちょっとリアが心もとない。トラクションコントロール入れててこれですからね。まあ GT3 のマシンはもともとトラクションコントロールついてるので、まあ別に嘘はついてないんですが、さあもう右リアがかなりタイヤがきつくなってきました。あ、またミスった。あ、もうリアタイヤどっちもですね、50を、特に右リアはもうタイヤのライフが50を、切ってます。かなりタイヤのライフがきつい。それは確かにしびれを切らすというか、タイヤのライフがないのでもうケツが滑り出してきますね。これピットインはないんですね。このピットは相変わらずグリッド入れないので、タイヤ交換とかあるとね、なかなか面白かったんですが、まあ、そこはちょっと惜しいですね。あ、もしかしてレースディスタンスを増やしたりとかするとそういう演出があるのかもしれませんが、さあ、もう今全部で何周走ってるんですかね。危ない、かなりタイヤの食いつきが悪い。もう40近いですね、リアタイヤが。
かなりもうちょっとアクセルを踏んだだけで、かなりケツが流れ出してしまうというですね、非常に難しいコンディション。しかしまあ、レーシングドライバーというものですね、タイヤの、まあ、性能低下というのは免れませんから、前のタイヤもちょっと50を近づいて、そして50を割ってきましたね。ちょっと縦方向のグリップも落ちてきたかなという気がしますね。さあ残り3分ですが、もうそろそろ予選に行きましょうか。タイヤがどれぐらい性能落ちるかっていうのが分かったんで、決勝のレース時間は何分でしたっけ。7分ぐらいだったはずなので、多分ちょうどこれぐらいの時間を走らなければいけないはずなんですよ。なんでもうこんなもんで、シミュレーション終わりたいと思います。まあ、セッティングも組めないので、もうこのままですね、予選のセッションに入っていこうかと思います。さあ、まあ、オークレイで2シーズン目を走ることになったわけですが、さあこちらもやはり3周、ノーリスタートの、予選になります。では早速、予選セッションの、スタートです。サタデイクオリファイング、3ラップスというわけで、早速アタックに入っていきましょう。5、4、3、2、1、今スタート。さあタイヤは、予選の間はタイヤの制約はないので、がっつり、がっつり走って、がっつりもこの車の、ね、性能を存分にですね引き出しまして、予選アタックやっていきたいと思います。さあちょっと遠赤に乗ると、やっぱりケツが流れてくる。さあ今のところまたコンマ3秒リードで、ああミスった、ペナルティーもらっちゃった。あそこ思いっきり勢いよくカットしに行きたくなるんですが、さあちょっと先ほどのフリー走行で直前までズボズボのタイヤで走ってたんで、逆にこのちょっとハイグリップになれないような気がします。1秒差で現在リードしていますが、まだまだ分からない。ああミスったな、これミスったな。今思いっきりミスりましたね。なかなかあそこはちょっと普通の iPhone だとあそこは試験ないんですよ。なんでちょっとね、イメージがしづらいというか、ちょっとラインが今失敗しましたね。しかし音がいいエンジンの音がかっこいいですね。さあ 1.8 秒でリードしていますが、これはなかなかいいタイムで走ってるんじゃないでしょうかね。なかなかミスも目立ちましたが、まあ、この2アタック目3アタック目にかけてですね、ミスを減らしていきたい、タイムを短縮していきたいと思うところでございます。あ、しかしまだここでプラス表示、ライバルの方が速い。さあ次のスプリットはどこでタイムが出てくるんですか。あ、マイナスコンマ2秒、現在守っているようです。さあしっかりブレーキして、さっきよりマシかな、この試験は。さあ0コンマ01秒で、現在リードしています。もうでもリードがほぼない。よいしょ。非常にね、曲がってくれるんですけど、一定ラインを超えるとこう急にこうずっと、タイムが、タイムじゃないわ、リアが流れ出してきてしまうような、この挙動。さあしかし現在0コンマ07秒差で2番手、ギリギリポールポジションには届いていない。ここでタイムアップしていきたい。さあ今のところちょっとブレーキをさっきより減らしたんで、ちょっとタイム上がったんじゃないかなと思うので、さあヘアピンを折り返して、あちょっと今アンダーステアだったかな。さあもう一回バックストレート、あ現在コンマ4秒リードで、1位です。しかしまだまだ分からない。よいしょ。あちょっと膨らんだ、ミスったな今の。なんとかリカバリーできますかね今の。あ、0コンマ05秒差で2位に落ちてる。やばいやばいやばい。さあ最終セクター、特にタイムを短縮できたかなっていう手応えはないんですが、さあどうなる。さあどうだ、2番手。あー悔しい。何秒届かなかったんでしょうかね。0コンマ032秒届かずと
いうところで、アメリカのレイブンウェストモータースポーツ、ナザン、マクケインですかね、ちょっと名前が相変わらず読めない。あ、そして3番手には、昨年、同じカテゴリーで戦ったアーロン・ウェストレー選手がまたこちらにも出ているようです。チームメイトは残念ながら14番手。しかし、これリバースグリッドでレースになるのかちょっとわからないんですが、またね次の動画で、レース8分耐久レースですか、やっていきたいと思いますので、ぜひそちらの動画もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次は決勝レースの動画でお会いしましょう。